供の SE かけてかかるわけじゃない
なもうやだ。あ、ダメだ。あたいの言うことが聞けねえのかよ。これでいこう。先輩。すいません。じゃあ新曲の方に来たいと思います。今年私が書き初めで書いたんです。この言葉を。では聴いてください。ギャランドゥ。お誕生日おめでとう。
佐野さんがいなかったのが残念なんですが、佐野さんには後で渡しておきたいと思います。ではね、どんどん次の曲いきたいなと思います。次の曲も新曲でやっています。子供がですね、6月に生まれまして今8ヶ月でですね、まだおっぱいをあげてます慌てて出てきてしまったので、入隊をしてます。おっぱいをあげる用のブラジルに来てしまった。いかん子供さんが見えるので、ちょっとそういう別に卑猥な話ではございません。なんか私たちの前とっても凄腕でドラマーがだったので、うちのドラマ超ビビってまして、超ビビってましてね、本当に素敵な演奏だったなと思います。私たちも残りの曲頑張っていきます。よろしくお願いします。
片方貧相になりました。あ、大丈夫。あんた、さっきゲリーに扇風機いいな、大丈夫だなって言われたんだけど、もう超汗かき。あっち、頑張る。最後には顔なくなるけど、頑張る。さあ、行きたいと思います。今はですね、MC をしてると見せかけて、呼吸を整えるタイムでございます。2016年に私たち結成したあの女の子バンドなんですけど、女の子バンドだけど男子がいることをちょっと内緒にしといていただいて、しかも女の子って言っていいネタなのかちょっと分かりませんけども、この前のライブでずっとあのスケマインとかあの桜塚ヤックみたいにずらとかやってたんですけど、このライブをきっかけに僕は男の子に戻りたいと思います。違う、これ50歳過ぎてるのに男の子もクソもねえやと思うんですけど、そしてこの曲はあれだね、1曲目もそうだけど、リンゴの曲、シナのリンゴといえば東京事変、東京事変といえば浮雲だ、ギターといえば浮雲を意識してこんなメガネも買ってきました。背が全然違う浮雲だ、浮雲っていうよりラッキョウ、ラッキョウでしょ。まあでもかっこよくね、ではね、2曲続けて私たちがやっているナンバーの椎名林檎さんと、そしてレベッカと続けていきたいと思います。あなたはすぐに写真を撮りたがる、私はいつもそれをやるの、だって写真になっちゃえば
ね、楽しい時間はあっという間で、次の曲は我らベイビー、我らじゃない、あたいら忘れてたよ、はい、チェックして絶対忘れてたよ。スケバンで、スケバン2年前からスケバンで子供ができて退学したんだけどまた戻ってきたっていう設定、うん、取り戻すよちゃんと最後には。さあね、最後の曲、楽しい時間はあっという間でしたが、この曲ね、私たちベビリーの最後の曲としたいと思います。では聴いてください、丸の内ソリスティック。
後にビッグバンドが控えてるんで、もう早く帰りたいなと思ったんですけど。